手橋を渡ります。芦田川です。標高62メートルの石鎚山。彦山も見えています。もう少しした左です。送電線があります。3本松バス停左におります。茅野山入口と書いてあります。木陰になりました。沢を渡ります。分岐かな。下草がない道ですね。頑張れ。あと6曲がり。あと4曲がり。あと2曲がり。樹幹から芦田川が見えます。福山の町も見えます。福山城天守閣。建物があります。ここがゼロ曲がりのところでしょうね。石段です。瓦の跡が散らばっています。塔がありますね。祠です。そしてお地蔵様、ありがとうございます。いよいよ山頂ですか。あ、ツツジのピンクが綺麗です。あ、イノシシのぬたばがありますね。まだ先です。ピークが見えてきました。明るいですよ。山頂ですね。着きましたね。茅野山山頂です。パラグライダーの基地があるんですか。展望がいいです。まずは西の方です。高増山がありますが、木がちょっと邪魔しますね。福山サービスエリアです。桜がたくさん咲いています。瀬戸内海の方向、海が見えてないのでしょうか。田島の山が見えるかもしれませんね。そして南方向、彦山です。麓の町、田んぼが見えます。新幹線の線路があります。芦田川です。少し霞んでいますね。登山前に渡った山手橋です。南東方向、福山の市街地です。福山城や福山駅が見えます。そして東の方には福山の町です。62メートルの石鎚山です。福塩線の黄色い電車、千半山が見えていません。残念。14時16分縦走を続きましょう。グライダーを運ぶ車道ですね。ここで舗装路です。西に登っていきましょう。鉄塔、車道ピークです。遺跡の案内がありますが展望がありません。逆方向でした。戻りましょう。戻ってきました。やっぱり分岐ないです。下っています。北の方向になりました。うわー、やっぱりさっきの道で合ってたんです。ショックですが、西側に大きく回り込むんですね。別ルートを探してみましょう。尾根への道があるでしょうか。まだ民家がありました。14時50分。ここは車道の終点ですね。山道入ってみましょう。もう早くなったんですね。石積み綺麗です。自然に帰ろうとしています。薄い踏み跡です。15時10分。下山します。分岐です。どんどん下りましょう。舗装路を下っています。記念碑があります。高速道路をくぐります。集落まで降りています。15時38分、川沿いに戻りました。高速道路の橋が見えます。茅野山を振り返っています。そして石鎚さん。木半山です。山頂は少し奥でしょうかね。芦田川沿いを北上します。石鎚さんは残念でした。また次回ですね。橋が見えています。福山行きの電車多いですね。なんかおかしいですが。大渡り橋です。やっぱし駅は向こうですね。横尾第二公園です。横駅です。あー、分かりにくかったです。まだまだ駅に入るのに回り込むんですか。16時35分、横尾駅です。ナビ使えばよかった。反省。